というわけで最後は誰かの心の盾になれればいいなとか守れたらいいなって思って作った歌を最後に歌って終わろうかと思います。それでは聴いてください。何様。探す言葉が人間が薄の絵が取り上げる挙句の手に詰めてきて闇に削るんだ。批判とレッテル投げつけられ過小評価へたまさくさま人の価値を決めるほどお前そんなに偉いの。黒や昼が一は色で判断された醜さ黒の中に一人白がいても白指を刺すだろう。何配るかって妨げる生きようとする前向きを対して楽もない貴様になぜ左右されるのか。だったら私もこうへと導く奴ら邪魔をする。陽気な歌で叩いてゆくのさ。疲れ果てた身も心もまとっていた錆びつく鎧再起できないほどもろく破れ口当てんだ。歪んだ愛深く飲み込まれ無償の愛を吐き違える。気がつけば押し売りする筋違えたらお前が言うな。自らと耐える刹那降参なんて丸けさ前かしにまんまと引っかかる。そっちは行くなよ。何配るかって妨げる生きようとする前向きを対して楽もない貴様になぜ左右されるのか。だったら私もこうへと導く奴ら邪魔をする。陽気な歌で叩いてゆくのさ。ずうずうしいしつけにはもううんざり。お前が放った矢にはもう込められてる。どうせ不幸って泣かせてしまうのなら嬉しくて泣いちゃうような言葉を声を表現を。何配るかって妨げる生きようとする前向きを対して楽もない貴様になぜ左右されるのか。だったら私もこうへと導く奴ら邪魔をする。陽気な歌で叩いてゆくのさ。ありがとうございます。これでラジオライブ終わります。またよかったらぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。